森町立駒ヶ岳中学校は、かつて北海道か矢部郡森町にあった公立中学校。略称は駒中。たくましい体を持ち、勤労を尊ぶことのできる人間を育成する。忍耐強く積極的に行動し、常に新しい生活を開拓していく人間を育成する。物事をよく見つめ、深く考えて新しいものを想像していける人間を育成する。 互いに認め合い、思いやりの心と豊かな心を持った人間を育成する。小学校の一教室を中学校の教室と定めて、全学年男女教学で、複式授業を開始。学校内に、初めて伝統がつく。吹雪時に中学校生徒全員で、炭鉱基線の植林地に、唐松の苗木五千本を植樹、区中文庫、図書の閲覧を開始。当番校として、 町内研究授業を公開。森中学校駒ヶ岳文校は独立し、駒ヶ岳中学校となる。学校植林を行う。移動動物園と市内見学をして、軽福丸一泊する。赤十字少年団大沼公園に野外キャンプを行う。中学校科学班を結成し、日食観測を行う。部落の方々の方仕で校舎敷地の整備作業を行う。 新校舎増設を記念して、学芸会、演芸会、野球大会の行事を行う。講和記念食事を行う。小中売総脱野球大会を行う。生徒開校バイブを発足。小中学校の校門が寄贈される。かや部地区野球大会 B 級に優勝少年愛ご飯が結成。校内電気工事完成効果を制定。学校農園作業を行う。 函館市北洋博見学を行う。台風15号によって、職員室、中一教室、廊下、校長住宅の屋根大破、損害額約,約200万円、森館内研究事業を公開する。学校職員を行う。活着調査としたがり、植生調査としたがりを PTA の方仕で行う。したがりを行う。町長と学校長によって、 学校林部分林契約を取り交わす。教室一部屋、トイレ、玄関、トイレのパンとの増築完成。増築完成を祝くして、祝賀学芸会を行う。学校植林を行う。パンとミルクの学校給食が開始。椎茸200問目、問目を収穫。流感のため7日管理時休校をする。学校に電話が設置される。屋内体育館。 屋外足洗い醸造地区完成。学校植林地の地ごしらえ、地ごしらえ、植樹、下がり。強風のため臨時休校をする。林業クラブを作り、ポスター、巣箱掛けを行う。7月25日晴れ第1回下がり。小学校5.6年生76名、中学校生徒130名、午前8時40分、出発。現地到着午前9時15分。 用具草刈りや。相当暑いので午前中で切り上げた。新食分約2丁を全面下がりを行う。漆に被れるもの15名いた。苗木は、寝つきは良いが枯れているものがやはりある。その植え方を観察させて注意する。植え方の浅いものほど枯れているようだ。注意事項1、苗木を痛めること。2、怪我をしないこと。 用具を痛めぬこと。4. 苗木をよく観察すること。林地周辺の蚊帳を相当反もしていた。植林には影響ない。巣箱には新たに、無口調らしき巣が1箇所、山瓦1箇所、40柄3箇所が見られた。屋内体育館の竣工、落成式、祝賀会を行う。北海道学校植林コンクール第1位入賞。 暴風のため臨時休校をする。学校植林校舎一部修理する。林業クラブ員による平板測量の実習。森館内研究授業公開をする。校内図撲大会を行う。校内放送を開始する。全国植林コンクール10位。入場読売新聞社賞受賞。北海道植林コンクール2位入賞。 赤江川中学校の独立のため、同地区の生徒は転校する。校舎落成式は11月4日。学校植林地の地後白え、地後白え、植樹、下刈り。駒形家母の会結成式を行う。家庭家事修室の天井落下。ピアノ披露会を行う。学校植林不景示法師による天写置き場建築。北海道植林祭に、校長。 代表生徒3名が参加する。バックネット完成。講師、ラサール・サカリ山を招いて、母の会講演会を行う。学校植林地の地ごしらえ、地ごしらえ、植樹、下刈り、中大連ソフトボール大会で優勝。全校舎生会を行う。北海道学校林地視察団一行、来校老休校舎、解体作業の実施。大雪のため午前授業を延期。 駒ヶ岳を作成する。二部授業を開始。父母と先生の会が、同知事及び国土演歌推進委員会より表彰される。中学校特別教室が完成する。二部授業が解消される。森町立駒ヶ岳小学校開校80周年記念式を行う。父母と先生の会が森町教育委員会より表彰される。避難訓練が始まる。 中大連ソフトボール大会で優勝。おしまソフトボール大会で優勝。全校舎正会を行う。聖火リレーに中学校参加。校舎周囲に食事を行う。中大連ソフトボール大会で優勝。蛍光灯造設中学校で洗い場水道造設。各教室伝統施設中学校自転車置き場。移転中には噴水池設置学校職人が、森町造林地とも、勤務会2位入賞。 風が流行し臨時休校。理科教室の新築。中大連ソフトボール大会で優勝。お島ソフトボール大会で準優勝。開校記念日として12月1日と認可される。中大連ソフトボール大会で優勝。お島ソフトボール大会で準優勝。自転車運転試験実施。教材教室。手洗い場を増築。校舎内ペンキ塗装。父母の奉仕で、花壇設置。 町内道徳教育研究会開催。SY 市の協力で、水田改良スケートリング開設。体育器具室を増設する。学校職林が、木原英林大和事業団より、道内優秀5校の一つとして、受賞、奨励金20万円を受ける。学校敷地内に植樹する。体育行為室を新設。物置、石炭置き場を新設。 中学校2教室の床をフローリング張り、音楽室器具を増設、簡易プール落成式を行う、森町立駒ヶ岳小学校開校9 0周年、記念式を行う、大島道徳教育研究大会会場校、校内授業研究、中大連ソフトボール大会で優勝、全校舎正会を行う、校内体育大会を行う、交通安全教室を行う、 1> 第1回校内マラソン大会が開催。校内球技大会を行う。校内授業研究を行う。中大連野球、ソフトボール大会で優勝。セトナへ宿泊研修実施。お島ソフトボール大会で優勝。全道ソフトボール大会で準優勝。猛吹雪のため午後集団へ行スポーツテストの実施。運動能力テストの実施。プール屋根工事完成。 中大連ソフトボール大会で優勝。熊井市へ宿泊研修実施。中学校同窓会総会。全校舎生会を行う。30周年記念協賛会総会。森町会期120周年記念。作文の部で児童が最優秀賞を受賞。餅つき大会が行われる。冬山に親しむ会の実施。トイレ周期交換補修工事を行う。少年団奉仕によって、 野球ベンチ施設。校舎の屋根補修工事を行う。校長室、保健室の排水管設置。中学生による遊具の塗装。体育館に、水銀灯施設。道南ソフトボール大会で準優勝。運動能力テストの実施。校内授業研究。30周年記念、座談会を駒の湯温泉で行う。教育実習生の授業研究。 学校前の道路が舗装される。開校30周年記念碑混流。中学校同窓会総会。開校30周年記念式典を挙行、駒ヶ岳小中学校同窓会が誕生。昭和33年植林日誌開校30周年記念日。ありがとうございます。